皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。建築を勉強したいという方に向けて分かりやすく建築の楽しさを解説しています。今日はですね、卒業設計から3点を選んでそれについてデザインを解説したいと思います。建築学生や不動産に興味のある方にも役に立つと思いますので、ぜひご覧ください。これはですね、町田のある空き地を使って、集合住宅を作ったものですね。で、一個一個、まあこれだけ見るとちょっと分かりにくいんですけども、一個一個がですね、このように、これとこれで1回分、これとこれで1個分と、1個がですね、メゾネットになっていて、下がこうだとすると、こうだとすると上がこうと、XY 方向が、90度ずれて、軸が90度ずれてですね、XY 方向に積み重なっている構成になっています。非常に複雑なところをうまく収めていて、で真ん中に、大きい吹き抜けを作ってますね。で、ベランダはですね、バルコニーは、サイドに取るようにして、サイドに大きく取るようにして、一般のマンションのように全面に取らない、サイドに大きく取るようにした構成になっています。で、これが、上から、斜め上から見たものですけども、まあ、ここに、階段とエレベーターがあって、こっち方向の通路とこっち方向の通路が、これもまた交互にですね、上下で逆になるように、交互に逆になるように、並べられて、今積み重ねられています。で、これが模型ですね。模型も非常に精巧に作られていて、中の家具とかですね、階段見えますかね、階段も作られてますね。ちょっと階段、この辺で階段ちょっと見えてますけども、全部階段も作られてます。で、こういうとこがベランダになってる形ですね。こういうとこがベランダで、前面にベランダが出るんではなくて、サイドに大きなベランダをつけるという形になっています。で、これが横から見た模型写真ですね。まあ、階段も作られていて、非常に精巧な模型です。ちょっとひしゃいじゃってますけども。で、この模型、完全に土のりでくっつけられてますけども、本当は外すようにつけて、外すようになっているともっと良かったかなと思います。あと、一個一個の、重工がですね、もう一つ分かりにくいので、重工用に重工だけの50分の1の模型とか、まあ、101の模型を何パターンか作っていただけるともっと良かったかなと思います。まあ、これ上から見た図で、このように交互にこう行ったりこう行ったりしている図ですね。で、これが2つ目の作品で、お茶の水のこの水際、こっち側中央線が通っているところで、お茶の水の駅のそばで、こちら側に聖橋があります。そこに、学生向けの、集合住宅とかシェアハウスを作ったものですね。で、これユニットが一個一個ですね、こうなったりこうなったりこうなったりといろんなパターンがあるということです。で、真ん中に、ちょっとこれでは見にくいんですけど、こう一本共用廊下が通って、1階に1本共用廊下が通っているのと、上にもこう行けるようになっています。それから水際に降りてボートにも乗れるようになっています。で、これが CG3D で、ちょっと透明にして中を見たものですね。まあ、階段があちこちにありますけども、これは内部の階段ですね。内部の階段が見えるように作られています。で、これが、それぞれのユニットのパターンの2つを取ったものですけども、まあ、こう上がってきてここに出て、それからこう上がってきてここに出ると、まあ、立体的につながっている形、あんまり大きな吹き抜けを作らずに部分的な吹き抜けでつなげていく形にしています。これは確か4メーター角だったと思います。4メーター角のキューブをこう重ねていって作っている構成ですね。で、これが最後の3つ目の作品で、京王八王子の駅の上にこう立つ駅ビルで、これが後期の作品、今回の作品で、これ前期の作品で、それをつなげたものですね。前期後期で対策を作ってますね。で、ここがブリッジがあってですね、ここにブリッジがあって、こっち行くと JR 八王子駅で、八王子からこう京王の、八王子ちょっと距離があるんですね。そこをこうブリッジで結んで、そこから直接こうアプローチしたら下に下がっていって、三君ガーデンに出たりできるようになってます。で、ここから入っていって、で下に降りると改札があるという形です。で、ブリッジで、前の計画とブリッジでつながれていて、表面は、格子状になってますけど、これは緑で覆われる計画で、緑のカーテンと呼んでましたね。緑のカーテン。で、こっ
こちら側とこちら側にあの吹き抜けが、こっちの広場側に吹き抜けを作っていて、中のフロアがですね、だんだんだんと上に小道小さくなっている形になってます。で、山状に積み上がる形ですね。で、これがあの下の方から見たやつですけども、まあ、ところどころこう破れていて、まあここはあの全体的に緑に覆われる形にしたいと言ってました。ただちょっと CG がちょっと限界で少ししかないんですけど、全体として緑のカーテンになっているということですね。で、この中に立っている柱、この吹き抜け側の柱はこう上にこう開いていて、で、これで上の梁を支えて、ガラスを支える梁、あの柱になっています。柱がこう樹木状になっているということで、自然のモチーフをかなり建物に取り入れています。これが内部のやつで、これが今言った樹木状の柱で、これがだんだんだんとステップしていく、ステップバックしていく床ですね。で、ここにあの商業施設も収められる計画ですね。これもそうですね。で、これが模型で上から見たところで、模型も非常に、ちょっと写真では伝わりにくいですけど、非常に精巧に作られていて、これぐらいやれると大したものだなと思ってます。ただちょっと残念なのはですね、周りに、あの、周りの建物とか周りの敷地を作る、まあ、ちょっと余力がなかったというか、もう少し周りもあるともっと分かりやすいかなと思います。道路はこう通ってますね。で、これ上から見た図で、こっち側丸とこういうので、ここに、梁が通ってガラスがあると。で、その梁をこの樹木状の柱で支えているということです。で、これこちらが手前側で同じような構成ですね。で、これもそうですね。こちらが前期に作ったもので、後期に作ったもので連結して、全体として一つの作品にしているということです。ですね。で、これが、まあ、下から見た図です。まあ、なかなかあのうまく作られている模型だと思う。これがブリッジになってますね。ブリッジで直接アプローチしたり、ここから大階段に降りていって、この広場に出て、さらに三軍ガーデンに下に下がっていく階段、大階段も作られています。で、これもう今回のまとめですけども、まあ、全体としてですね、まあ、この3つの作品に言えるのは、3D がかなりうまかったなと思います。まあ、特にこの作品とこの作品は 3D がかなり頑張ってくれていました。で、模型もすごいいいんですけども、ただ全体のですね、周囲の模型、まあ、あのエネルギーがそこまで、まあ、これでもう消耗しきってしまった感じで、周囲の模型まで行ってないんですけど、そこまであるとより、卒研らしかったかなと思います。で、最近の傾向、学生の傾向としてこう 3D が非常にうまいですね。3D が非常にうまくて、まあ、手書きよりも 3D の方がうまいと。で、ただ模型がちょっとその分手抜きにおざなりになりがちなので、まあ、両方頑張ってほしいかなと思います。まあ、今回は以上ですね。このチャンネルではですね、あのこのように建築の初心者向けの、番組をいっぱい作っておりますので、ぜひ今後もご覧ください。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれぐらいです。失礼します。